フロランシナマポンゴルは、フランス海外圏でユニオンサンピエール出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。フローレンとも表記されることがある。176センチメートルと決して大柄ではないが、ジャンプ力を生かしたヘディングも上手い。フランスのクラブチーム、ルアーブルエシーのユースに所属し、2001年にプロデビュー。2003年に良き相棒であり、 いとこのアンソニー・イル・タレクと共に、リバプール FC へ移籍、当時の監督ラファエル・ベニテスにより徴用されていた。本来は、センターフォワードだがリバプールでは、セカンドトップや、右サイドとして起用されることが多かった。2006年1月にブラックバンド・オーバーズ FC に、レンタル移籍するも結果を残せず、同年に、スペインのレクレア・ティボボエルバへ、移籍金400万ユーロで移籍した。 レクレアティーボでは2年連続で2桁得点を挙げる活躍でチームの上位進出に貢献した2008年7月移籍金1000万ユーロでアトレティコマドリードへ移籍。しかし出場機会が限られていたため2009年12月に移籍金650万ユーロでポルトガルのスポルティング CP へ移籍したその後スペインのレアルサラゴサやスコットランドの ダンディーユナイテッド FC を経由し、タイプレミアリーグのチャイナート FC への移籍を発表した。ナショナルチームでは84年世代の一人で、この世代では結出した能力を持つ。柔らかいタッチが魅力で、トリニダードトバゴで開催された 2001FIFAU-17、世界選手権では U-17 日本代表を翻弄した。2008年に、 フランス B 代表に選出され得点も決め、10月14日、チュニジア代表との親善試合で、カリム・ベンゼマと交代で A 代表デビュー。ありがとうございます。